ルーシー、ルーシーは2014年にフランスとアメリカ合衆国で制作された SF アクション映画。ごく普通の女性ルーシーは訪れた台北のホテルでマフィアの闇取引に巻き込まれ、下腹部に CBH4 という新種の麻薬が入った袋を埋め込まれてしまう。この麻薬は通常10%までしか活用できない人間の 脳の潜在能力を極限まで高めることができる恐ろしいものだった。運び屋として体内の麻薬と共に移動するよう命じられたルーシーだったが麻薬を狙う別のマフィアに捕まってしまう。ルーシーは激しい拷問を受けるがその拍子に体内の袋が破れ彼女の脳は麻薬の力で覚醒し超人的な力を発揮してその場から脱出する。 ルーシーの脳はますます覚醒し驚異的な力を発揮し始め、マフィアの事務所を襲撃し、ボスのミスターちゃんを負傷させ、残りの CBH4 を手に入れるために、運び屋の行く先の情報を手にする。ルーシーは、フランスのピエール刑事に協力を要請し、運び屋を逮捕させ、ミスターちゃんの仲間も倒して残りも手に入れる。そして、脳科学の権威である、ノーマン博士に会いに行く。 そのまま、ルーシーの脳の覚醒は収まらず、いつしか彼女は人間性を失い、その力を制御することができなくなってしまうように見えた。ノーマン博士と面会を果たし、ミスターちゃんと仲間が復讐のために、ルーシーを殺しにやってきたとき、ついに、ルーシーの脳が100%覚醒する。カッコ内は日本語、吹き替えストーリーに、ゴーストインザシェル、 広角機動隊を彷彿とさせるとの意見が多く、リュックベッソンは、確かに、ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊は、随分昔に見ていて、好きな作品の一つだよ。もしかすると無意識に影響を受けているかもしれないね。と、インタビュー時に語っている。この映画は2014年7月25日に、公開され、工業面での成功を収めた。 工業収入は4億6300万ドルに達し、制作費の11倍以上を稼ぎ出した。作品の評価は批評家によって、両極端に分かれた。作品のテーマや映像、主演したヨハンソンの演技が賞賛を浴びた一方で、一部の批評家は、作品のプロット、特に脳の10%神話に基づく特殊能力という設定がナンセンスであると批判した。 ありがとうございます。